動物バトル名勝負。ライオン。ファイリング。親のライオンも退散。ライオン対ハイエナ。ハイエナ、並外れたスタミナを合わせ持つ優秀なハンター。ライオンの餌食になったり、ライオンに獲物を奪われることが多いが、数的有利なハイエナがライオンを襲うことも。ライオン対シマウマ。シマウマ、気性が荒い。大型肉食獣は天敵。ライオンが子供のシマウマを捕まえます。襲われた子供を救うため渾身の体当たりからの蹴り。強烈な蹴りがライオンの顔に。ライオン戦意喪失。ワニ対ライオン。ワニは恐竜よりもわずかに古い時代から地球上に存在。爬虫類として最も重い。ライオン間一髪で攻撃を避ける。ワニまだ待機。2回目の攻撃が来ます。
配を感じたのか。またも間一髪。逆にライオンがワニを食べる時もある。母親のチーターは心配そうに見ていますが、この後水を飲むということはしませんでした。熊対トラ。熊は嗅覚が強く顎が発達、人を襲うことも。トラ、猫彼は最大、人間や家畜を襲うことも。トラが熊に近づいています。熊が立ち上がり威嚇。2匹のトラでも再度攻撃せず。フクロウ対ハヤブサ。夜中たたずんでいるハヤブサの親子。母親何かに気づきます。別角度から。袋一瞬で子供をさらう。母親、子供はいないことに気づく。2回目の攻撃。母親しっかりとガード。フクロウ子供を攻撃しています。しかし母親ごとさらわれてしまう。一人になった子供が泣いています。
クロウ、目の感度は人間の100倍、数少ない夜行性の鳥類。ハヤブサ、最高速度390キロ。ハヤブサの母親がフクロウに負けたのか詳細はわかりません。フクロウがどうなったかも。ただ、一人の子供の命は救ったようです。ご視聴ありがとうございました。登録お願いいたします。